どうも、河野です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、まだロビ君やってませんね。まだお仕事忙しくてですね、なかなかちょっとやる暇がないので、ちょっとその仕事に関わるものをちょっと買ってみました。またじゃん、スケールですね、メジャーってやつですね。はい、ここに書いてるのか、こっちの方が分かりやすいかね。スケール、5m×19mm、このテープ幅って言われるね、この幅が 19mm のものを買いました。はい、梱包はもうこのように、かなり簡素でですね、よいしょ、スライドしてポンと取るだけと、ね、この紙切れ1枚という、アストロプロダクツっていうですね、ツール屋さん、工芸さんで買いました。これはね、250円、黄色テープが、見やすいだろうということで、でこれはですね、あんまりちょっと近寄れないんですが、見ていただくと、上に、1フィート表示、フィート表示で、下に、皆さんご存知のセンチ、ミリ表示ですね、が載ってます。フィート表示は個人的に使わないけど、この黄色テープっていうのでですね、なかなかこの黄色テープホームセンターで売ってません。特に、自分の地元のホームセンターでまず見かけないので、ツール屋さんでちょっと買ってみようと思い買いました。で、最近のメジャーではよくあるロック機構がですね、3つあって、ね、まず最初にここね、ここね、ここのボタン、これが、一番最初紹介したスナップオンのメジャーにもあった部分ですね。ここね、であとここね、ここもこう押すと止まると、押すと止まります、離すと折りますね。ここはもう押しボタン式ですね。ここはね、押すと出して、押すと止まる、離すと動くっていうね。であと、追加の部分がここにね、このレバーね、ここね、よいしょ、あったね、これで出しといて、ここをカチッと下ろすと、あれ止まるんじゃないの、これ、あ、押さえ方が弱かった。ガチッとね、押さえてもらったら止まると。でここを解除されると。であとはこのストラップとこれ、ビニール製、ゴム製のストラップと、ベルト掛けですね、ズボンなんかにこう引っ掛けるためのですね。作りはさすがに最初に紹介したスナップオンのものに比べて、個人的な感想ですよ、個人的な感想ね、チャッチですこういう樹脂の加工の仕方とかね、わかるかな、こういう樹脂の加工の仕方とかちょっと粗さが目立ちますけど、必要にして十分な機能だと思いますので、もしよければですね、興味があれば、さすがにスナップオンのやつはちょっと高いよという方は、こちらなんかいかがでしょうかということで、ね、また次回、お会いしましょう。っていうか、次回またアストロプロダクツのものを紹介することになると思います。はい、ではまた。